ルッカーモカです。こんにちは。今日はですね、こちらのダイソーに売っていましたマーブリング液を使ってマーブリングをしていきたいと思います。こちらの液を使わずにやる方法も以前紹介しているので、よかったらこちらも見てみてください。これはね、お水だけでできるみたいなので、もうちょっと簡単にできるんじゃないかなと思って買ってみました。今回は紙でやるものと、あとプラ板にもできるのかどうかやってみたいと思います。それではモカちゃんタイムスタート。はい、それでは順番に説明していきたいと思います。こちらにね、書いてあるんですよね、説明が。1、容器に水をためる、ためました。2、フロート紙を水面に沈めて浮くのを待つ。そのフロート紙が、はい、こちらになります。こういうものがね、入っていました。これを沈めて浮くのを待てばいいのかな。沈みました。浮いてくる気配がないけれども、あ、浮いてきた。見えた、今浮いてきました。はい、そうしましたら、このフロート紙の上にインクを落とします。そして割り箸とか竹串とか、そういったもので水面を動かして模様を作ります。ではやってみましょう。はい、それでは垂らしてみます。こんな感じでね、スポイトみたいになっています。わっ、すごい綺麗。これ全部フロート紙の上に落とすのかな。いろんな色でやってみますね。おー、なるほど。割り箸って書いてあったので、今回は割り箸でやってみたいと思います。後で竹串でもやってみようかな。ではいきます。お、かわいい。これで普通の画用紙です。それで入れます。これフロート紙ちょっとどかした方がいいんじゃないかな。よいしょ。失礼失礼。いきます。せーの、ポン。さあどうかな。いきますよ。じゃじゃん。おー、綺麗にできた。あ、でもちょっとなんだろうな、濁っちゃう感じではあるけれども、できましたね。はい、じゃあお掃除のために紙を入れてこう取ります。これはね、別に書いてなかったんですけど、私が自分でマーブリングした時にこうしたのでできるかな。あ、でも見て見て、薄い方がなんかね、とても綺麗にできた。はい、じゃあちょっともう一回やってみようかな。まずは沈めます。はい、浮き上がってきたので、じゃあもう一回やってみるね。最初の広がりがピューンって広がって、すごい。はい、じゃあこんな感じでもう一度ぐるぐるっと混ぜてみますね。わー、すごい綺麗だよ。せーの、じゃじゃーん。わー、すごいすごい色。ちょっと模様を作るのが難しいのかなっていう風に思ったので、やっぱりね、お水だけだとグニャグニャっと動かした時に模様がね、ぐちゃぐちゃって崩れちゃうんですね。だからハートとかがやりにくいのかなっていう風に思いました。なのでお水とやっぱり液体の量入れて、さらにこの市販のマーブリング液でやってみたいと思います。はい、じゃあそれではこの中にね、今お水がちょっと入っています。で、お水と洗濯のりを混ぜていきたいと思います。はい、じゃあそれではね、フロート紙は落とさずにちょっと直接やってみようかなって思います。うん、こっちの方が広がりがとってもゆっくりで、多分模様がつけやすいんじゃないかなって思います。ちょっとこれで混ぜてみます。やっぱり動きがね、とってもゆっくりになるので、模様は作りやすいかなっていう風に思います。はい、これで紙でね、写してみましょう。いくよ。じゃじゃん。わー、すごい。液体のりを入れた方がとっても綺麗に発色するね。ちょっと動きがゆっくりすぎたのかな、のりが多すぎたのかなっていう風に思うので、水をちょっと足します。もうこのまんまでいいかな、のりがもったいないので。少しお水を足して、このままやってみようかなと思います。かなりね、水は濁ってるんですけど、上から多分絵の具を落としちゃえばそんなに紙には影響なかったんですよね、前やった時は。だからちょっと一旦このまんまやってみたいと思います。
はい、じゃあ次はね、竹串でやってみたいと思います。ハートに見えるよ。いい感じにできました。頑張れ。じゃじゃん。すごい綺麗。めちゃくちゃ発色がいい。すごい。ちょっとね、ハートっぽく見えるよね。とってもいい感じです。ちょっとこれでプラ板も次やってみようかな。ちょっと煉獄さんっぽいカラーにしました。見えるかな。切ったプラ板を入れてみます。あー、どうかな。結構弾いてしまうので難しいかもしれないですね。プラ板は、うん、難しいかも。ちょっとじゃあ紙でやってみますね。この隙間にと垂らして、じゃじゃん。わー、すごい。めちゃめちゃ炎って感じ。はい、ちょっとおまけとして、これただのお水と風呂落とし落としたものですね。正規のやり方です。こちらの手形わかる人いるかな。これ使ってないなって思った人いると思うんですけど、まあわからない人はクリスマスのオーナメントを作る動画を見てみてください。これを入れて紙粘土もマーブリングできるんじゃないかなと思って、ちょっとやってみたいなと思います。全然ついてない。紙粘土は全然つかないのかな。ちょっともう一回裏側。ついたけどなんか変な感じになっちゃいました。紙粘土はねあんまりできないみたいです。おまけでした。はい、続いてはこちらの紙にマスキングテープで模様をつけました。これを液に浸して、その後にここをね剥がしたら、模様がそのままくっきりちゃんと写っているのか試してみたいと思います。こちらまた先ほどと同様に液体のりとお水なんですけども、ちょっと今回は風呂落としを浮かべてみようかなって思います。はい、それではやってみます。剥がしてみたいと思います。はい、ということで4時間ぐらい経って乾いたので見ていきたいと思います。まずはね、一番最初にやったものかな。これはじゃじゃん。薄くってにじんじゃってる感じがしますね。じゃじゃん。こちらもちょっとにじんじゃってるかなっていう感じです。はい、ここからね、液体のりを混ぜて作ってみたものになります。はい、こちらじゃじゃん。ちょっとだけね、真ん中が乾いてないんですけども、でもこっちの方がね、全然色がはっきりと映っています。はい、そしてこちらじゃじゃん。こちらもね、ちょっとハートっぽくてとっても可愛らしくできました。やっぱりね、このように比べてみると余計にわかるんですけども、こっちはお水だけでやった方です。こっちは液体のりを混ぜてやった方です。水の動きがサラサラしすぎてると、やっぱり混ざりすぎてしまったりとか、あとはね、液体のりを混ぜることによってはっきりと色が映るように思えます。こんな感じのものとか、こういった柄のものもできました。紙はね、こちらは落書き帳とか普通の薄い紙でもできるし、こっちはね、画用紙のちょっと分厚めの画用紙です。それでも大丈夫です。薄くてもね、意外と破れないので、いろんな紙とか木材で試してみてください。ただじゃじゃん、こちらはね、プラ板です。プラ板はこのように弾いてしまって上手にできないので、吸水性のあるものの素材だと綺麗にできるのかなというふうに思います。あ、そうそう、それとね、紙粘土でやったものがこちらです。紙粘土もやっぱりね、こうちょっとぬるっとしてしまったりとか、あんまり綺麗に写すことができないので、紙粘土もね、あんまりおすすめじゃないですね。はい、最後にこちらマスキングテープを貼ったもので、ちょっとね、剥がしてみますね。いくよー。じゃーん。お、綺麗綺麗、いい感じだよ。かわいいプレゼントみたいな感じの模様になりました。こんな感じでね、マスキングテープで星型だったりとか何でもいいんですけど、貼ってで、そこをこうマーブリングして剥がしてみると、このように模様がつくっていう風にやっても面白いのかなって思います。は
い、ということでこんな感じで綺麗にマーブリングすることができました。クリスマスの飾りをマーブリングしてみたりとか、それこそ勤労感謝の日もうすぐあるので、お手紙をねこれで作ってみてもとっても綺麗で喜んでもらえるんじゃないかなと思います。はい、ということで楽しそうやってみたいなって思ってくれた方は高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。